黒島恵子が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of 恵子黒島。この醤油を知ってもらわなきゃ、この醤油屋さんが続いてもらわなきゃ困るっていうラブレターのつもりでいつも皆さんに発信していて、醤油の魅力を伝える黒島恵子、自ら世界で唯一の女性醤油ソムリエと名乗り、知る人ぞ知る全国各地の醤油蔵を訪ね歩く。紹介した醤油はその後問い合わせが増え、一冊の本にまとめられた。また醤油を使った新しいレシピの考案やメーカーとの商品開発も行っている。これとかオリーブの花の酵母で仕込んだお醤油なんですよ。ちょっと味にも香りにも甘みを感じます。浸透率が非常に高いので、漬け丼とかすぐに簡単にできたりとか。醤油の蔵元が多い香川県小豆島で代々醤油作りに携わる家に育った。蔵人にこれは本当に素晴らしいですから、ぜひ続けてくださいって意気揚々に伝えたら、もうからんって言って、子供に告げたも言えない、どん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 消えようとしてるっていう現状を知った。桶から作る。ふるさとの蔵元がおよそ4分の1まで減ったと聞き、醤油の魅力を伝える活動を始めた。あ、味が甘い。うちの従業員よりよく分かってます。菌がきちんと働いてるかどうか、蔵人がきちんとそれに向き合ってると、やっぱり品質のいい香りのいい醤油になって、味や香りの微妙な変化を感じ取る舌にプロも信頼を寄せる。新しいこと、変わらないセオリー。醤油が作り上げてきた食文化を絶やしたくないと、ワークショップにも力を入れている。こういった小さなところかもしれませんけれども、コツコツいろんな人とつながってお醤油が選ばれていく状況を作っていきたいなと。フレッシュフェイシーズ、その先は美味しい味付けの醤油ってことがあることによって、100年後の子供たちが美味しいって思う食卓を作っていきたい。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。